だっていう気持ちはあるよ。ああ今もうノートパソコンなしの状態になってるから、ああ出先でちょろちょろっとちょっと研修作業とまではいかなくても、だからあの結構真面目にクロームブックどうしようかなと思ってる。正直そのガチの編集作業は家でやると思うからうちの場合、どっちかというと資料作成とか、はいはい、そういうので使いたいなとかあって、でうちは一応そういう MacBook とか MacBook じゃない Chromebook とか、使いに行くことも想定して全部あれあの Google のフリーソフトで作ってあるんですよ。あのプレゼンソフトとかも全部あのワード、エクセルと互換のある、あそう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 、はいはい、あの Chrome 開くと出てくるやつ、あれ使ってるもんで、Chromebook に移行してもそのままあのリンクでアカウントさえ入れちゃえば、もうシームレスで使えるようにしてあるんだわ、はいはい、ただまあまあ面倒くさいなって、あとはそれ以外のことができなさそうやん、MacBook やと、Chromebook やと、で言うて荷物多くなるからな、言うて結構出先で散歩したりする動画が多いからさ、うちの場合、はいはい、歩く時にね2キロとかはね、あれやっぱ手持ちの荷物の重さが変わるとね一気にしんどくなるからね、そうどうしようかなーっていう。ちなみに Chromebook でカンコレはできます？ブラウザ的な対応してるよね。あ、そうなんだ。あの要はChrome のブラウザやから。ああ。できるのかな。やってる人いるのかな。なんか以前あの Surface だったっけな。なんかあのカンコレ専用機みたいにもてはやされた。ああ。なんかそんなのもあったなと思って。あったね。あ、あれはマイクロソフトが出してる。あれはまあ別にマイクロソフト。Surfaceで編集やってるよっていう人もいるからね。あ入門モデルだと動画編集まではきついらしいけど、ハイエンドモデルになってくると切るらしい、まあ、機動力がね変わるからね。まあでも機動力で言ったらスマホで撮っちゃうっていうのが一番手っ取り早いからね。そうだね。だって今それこそそういうスペックの話とかしてたけど、あのもうスマホで編集するっていう人もいるもんね。あのだから TikTok みたいな動画じゃなくて普通の、あの YouTube 向けの10分ぐらいの動画とかを、もうスマホだけで編集する、スマホで撮ってスマホ の, あの編集ソフト、アプリ入れてそれで編集して、もうそのままスマホから YouTube でアップロードかける。もうこれ亀山に入ったか、まだか、まだこれはギリギリ鈴鹿か。そうだね、もうちょっとしたらあのベーシックとかが見える。そうだね、あそこベーシックはもう亀山だもんな。ベーシックも弁当が安いのはいいな。そうだね、あの昔働いてたとこで、昔、昔かな、まあ、去年働いてたとこで、はい、よく夜勤の時、たまに寄ってましたわ。あーそっかそっか、通り道になるのか、まあ、ちょっとねあの入っちゃうけどね、やっぱ1号線から。そうだよね、いやベーシックはね本当に金末っぽいよね、ベーシック。思うけど、なんか本当に、アメリカのスーパーマーケットで視察してきたけどみたいなね、まあだいぶ丸安のイメージからガラッと変えてきたよね。そうだね、だから今あの丸安として残ってるの2店舗だけだからね。京南、3店舗か、そう京南と西条とあと被災、被災の、被災じゃないか、被災はコスモスだ。被災はコスモスだ、だからその3店舗、以外はもうベーシックにしたんだ、ま、そうそう、すごいね、割り切ったね本当にね。あの芸能店なんか、確か2019年にできて、もう2年ぐらいで変えちゃったっ、芸能は仕方ないかなって気もする。あれやろ、ビッグのすぐ近くのところやろ、ビッグができて、あと牛トラもねできたから、そう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 、ね、やっぱビッグに価格対抗していこうって思ったら、あの戦略でいくしかないだろうね。
そのあたりもね、一回ね、ちょっと価格調査をね、今、実は準備してるんだわ。はいはい。うん。多分そっちの方が先に上がると思うけど、4つ目の方のネタで上げてるから、地域情報発信の方で。はいはい。いわゆる、あの、価格選定品みたいな、あの、まあ、いわゆる、チェックリスト作って、で、その総合価格がどれぐらいになるのかっていうのをデータとして出してみようかな。ただね、いざ作ってみたら意外とバランス難しくてさ、はいはい、結局生鮮どんなに頑張ってるところでも、うん、弁当惣菜系のところで一気に総額変わっちゃうのよ、はあ、結局と、ね、今入れてるのが、はあ、なるべくその季節に振り回されない商材っていうんで、うん、もやしと、はい、最初白菜とかキャベツにしようかなと思ったけど、あれ季節で変わるやん、値段が多少変わるね、うん、でもやしと生姜と、うんうん、で、豆腐と、はい、うん、豆腐とあとなんだ、あのマルシンハンバーグ、はい、でもマルシンハンバーグって安いところはさ70円とかで売るけどさ、うん、言うて結構普通のスーパーで98円で売るやん、うんうん、そういうのを積み重ねてってってみたいな感じで項目作ったんやけど、結局デリカないの、はい、弁当って結局50円とか100円差とかになってくるから、他のところに20円ずつ詰めても弁当で、あの、ね、258円か、ね、398円か140円変わっちゃうから全部売っとんじゃうもんで、難しいなと思ってな。そうね、お弁当系で最強なのはやっぱラムーだと思うんだよね。ラムは安いな、うん、ラムは本当にスキューパでなんか丼とかあったりから、うん、あったりするから、でしかも結構ちゃんと量あるからね。そうそう、うん、で行くとベーシックは頑張ってるよ、250円弁当、うん、あれは頑張ってるわ。まあでも、うん、今ちょっとあの価格帯もう一個つけて380円ぐらいのね、うん、ラインナップするけど、そうすると厳しいとは思うからね、うん、だってあそこデリインストア加工やん。はい、そうです。であの価格で頑張ってるね、まあ、すごいなと思うよ、うん、イオンも結局安くするのにはやっぱ結局セントラルで弁当を作ってるやん、ね、なんかやっぱちょっと比率が増えてきた気がするね、うん、あの宿のシノクフーズとかあれは多分東海になったからだと思うけどね、うん、あのマックスバリュー東海になったやん、はい、あれ静岡のところで、まあもともと静岡の方のあそこで展開してるところは、ヤオハン系だったね。ヤオハン系だから、うん、あそこは結構静岡とか見に行っとったら、うんうん、あ結構セントラル以外のやつもうまいこと使うなっていう、うん、でも小型店は結構残しとんのよ、うん、だから静岡のマックスバリューって結構ちっちゃい店もちょいちょいあるのは、うんで多分そういう店を残すのに、多分セントラル方式を取ってる、うん、まあ逆転の発想だよ。古い店をどんどん、結構残してやっていくのにっていう、だから意外とスクラップ&ビルドの発想が少ないんだよね。確かになんか松坂とかの鈴鹿の笠戸も、うん、ね、若松とか、あいつ小型店を今リニューアルしてるだろ、閉店じゃないやん、そう、ね、で基本的にイオンってスクラップ&ビルドやからさ、うんうん、結構そのままスクラップにしちゃうことが多かったんだけど、うん、まあ、それがイオンをマックスバリューに変えてねとか、うん、あのサンリバーみたいにな、うん、イクワもそうか、もともとジャスタイムさ、っていうのがある中でそういう風に振ってっとるなっていうのが見える。だからあの若松の店行った？若松まだ行ったことない、うん、あの笠戸は行った。もうレジがコンビニっぽいんだよね。もうコンビニあれコンビニだね、はい、うん、生鮮をある程度ちゃんと置いてるコンビニだよね、うん、もう完全にバックヤードを超える最小限に出してるよね、うん、でもびっくりしたのが若松の店は、うん、総菜のインスタ加工は残してるもんね。あ、そうなんだ。あ、残したんだ、うんうん、あ、そういうあたりが多分後悔なんだろうなと、うん、うどん玉も20円切る価格で出したりとか頑張ってるもんね、うん、ベストプライスじゃあより安くよそが売るやつはベストプライス捨てて、うん、より安くできる
ブランドネートを送っていく、あたりはやるなと思うわ、でも規模的にあの小物店なんか、ね、あのエクスプレスつけてもいいと思ったけど、あそこはあそこでマックスバリューなんだよね。あそこマックスバリューやる ね、狭いけど、あれでもすごかったよ、さすが元ヤオハゲなと思ったのが、あそこ閉店したやん、閉店直前に行った時に、要はあの近隣店舗のご案内、閉店期間中はこちらご利用くださいってあるやん、行くわて案内しとったからな、ビッグの小物とか、要はイオンリテールのところ一切省いて、マックスバリューしか書いてなかったから、まあでもそうなるんだよ、イオンビッグはできないやつ、あの辺りはあの辺りはマックスバリュー倒壊感じたな、客層が似通うからな、でそうミセススマートがついなくなってしまったのは残念っていうのが、でも本当綺麗にはなったな、なったね、あとなんか申し訳程度のイートインスペースとかね、確か入り口から入って右側にね、あるね、あるんすよね、あれ誰が使うんやろって思いながら、一応お茶が置いてあるけどね、あれはね惣菜ちょっと高いんだよな、ただ、でやっぱね東海になってから見切りはほんと辛くなったね、イクワの店でもほんと見切り辛くなったもんね、ああそうか、あんまりそういうイメージはなかった、あまあ行く時間がちょっと変わっとるっていうのもあるかもしれないけどな、なんか 40% 引きっていうのは増えた気がする、そう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 、半額が見ない、見ないね、もう3割4割は下げんね、本当に、だからエクスプレスの小物もさちょいちょい言ってるさ、エクスプレスじゃないか、ここはエクスプレスじゃないミススマートだったところね、あそこもさあのだから11時閉店か、23時半ああそれ23時半だ、で夜の10時前ぐらいに、10時前後とかに行ってもまだ半額になってなかったりするからね、知らんなーと思って、今日もその時間になってたから三振行っちゃうけどね、三振も昔みたいなバカ値引きはしなくなっちゃったからな、あのイクワの戦争が激しかった時は楽しかったもんな、だって380円の刺身さ30円とかにするんだね、あーすごいね、あれが一つの名物だと思うね、店員さんがさあのほうマジック、あのマッキーのマジックを片手にさ、フラッと現れるんさ、そうするとあついに始まるぞ見切りタイムだっていう、でそうするとパッと見て、ね、パッと値段見て残っとる量見て、残っとる量が多いと、急にもともと300円の、ね、刺身が半額シールが貼れとって150円とかになってるわけよ、その半額シールの上からマジックで50円とかって100かけ忘れたわけじゃないよなって、お弁当も100円とかになったりするからな、あそこはもともとの売価設定は400円ぐらい設定するやん、弁当も最初は設定逆に設定してるもんね、そっちの方面にナショナルブランド重視だしね、でもやっぱ三社もどうしても高いっていうイメージが強くて全然行ってないね、本当に三社はもう何年も行ってないぐらい、あそんなに行ってない、行ってないです、じゃあ言うてよく使うからね、なんか本当に高いイメージしかないとにかくそうでもないかな、なんか あそこも宅配に力入れてるのもあるんだけど、あれで成功してるのは成功してるからね、どことは言わんけど、あのスーパーも残しとればいいな、変わったかもしれないけどな、そうね、あれは早かったね、システムに似たシステムしてたからね、時代も先取りしすぎたんだけど、やっぱサブスク制にしたのは大きいよな、三種はそうね、何円払ったら送料はずっと一定です、生鮮でそれやったら大きいよな、あ、しまった、いや、まだ大丈夫だ、あの先だ、バイパスから入るのめっちゃだから
こうやって見ると亀山って結構広いね。亀山広いよ。まだここか。そうだよ。